うあなた、ずっと名前呼ばれていますよジーザスコーリングユー皆さん、元気ですか元気がなくても大丈夫です時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です 皆さんこんにちはギンン協会プレゼンツ第回目の放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたとても急いで助けを求めているあなたそんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いください まずはじめにギノアン教会キムトン用牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で選挙をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました 1998年からは沖縄に移られてギノワン選手協会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられますでは自己紹介をお願いいたしますはいこんばんはギノワン選手協会の牧師であるキムです今日もよろしくお願いしますありがとうございますそして本日は FM ギノワンサブスタジオより二人ともお届けしておりますそのうちミキシングを担当いたしますは私 FM ギノワンで生きる男キャンでございますよろしくお願いいたします さて、本日のテーマですが「人たちの証言」とタイトルしましたそこのあなたずっと名前呼ばれていますよ「日ワン聖書協会プレゼンツ」 JESUS CALLING YOU はい、えー、久々に取り出した音源がいつもと聞こえる音とちょっと違ったのでちょっとドキッとしました <laughs> はい、では仕切り直して、えー、読み上げていきたいと思います、えー、本日の聖書箇所朗読してまいりたいと思います本日の、えー、聖書箇所朗読箇所は「使との働き第5章」えー、27節から、えー、32節と「 41から42節を朗読してまいります。彼らが人たちを連れてきて、最高法院の中に立たせると大司祭あ、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと、厳しく命じておいたではないか。それなのに、なんということだ。お前たちは エルサレム中に自分たちの教えを広めてしまったそしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしているしかしペテロと人たちは答えた人に従うより神に従うべきです私たちの父祖の神はあなた方があ,あなた方が金にかけて殺したイエスを よみがえらせました神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きてまた救い主としてご自分の右に挙げられました私たちはこれらのことの承認です神がご自分に従う者たちにお与えになった 聖霊も承認です人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったそして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかったでは君先生お願いいたしますはははいこんばんば、えー、今日は あのシドの働きの故障27から42という少し長い箇所ですけど、えー、人たちの証言というタ,、えー、タイトルをしましたが、えー、イスラエルの,あの機械の前で人たちが証言をするというその話を分かち合いたいと思いますペテロはあのせっかく天使が主の御使いが会をしてくれましたがまた捕まるという それでいろいろなことで厳しく言われる場面が今日記されてるんですよねそれで、えー、古,古書の4 1一節のところで「使徒たちは皆のために恥ずかしめられるのに値するものとなされたことを喜びながら機械から出ていた」「もう神様のために主のために恥を受けることを喜ぶ」「もうこれ上のない」 という喜びであるというそのような喜びを告白しながら出ていくと,いところが私たちは苦難について聖書が明確に評価するときこの聖書箇所を通して少し分かち合いたいんですけどマタイロクイン賞古書出世中説,中説のために迫害されているものは幸いです天皇御国はその人のものだからです私のために 罵しられたり、迫害されたり、またありもしないことで悪行、雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。主のために、気のために迫害されるのは幸いだよという。 私たちの普段の考えですると、苦難があったり、迫害があるということは、これは祝福でなく、これはもう喜ぶことなく、幸いなことでもなく、本当に辛いことでなんでという、私にこんなという、そのように文句が出るようなことを、主は喜ぶという。それは幸いであるということです。 ここで覚えることは、神徒の生涯歩みは、神徒の印は、この世の中で、観難があるということです。なぜなら、私たちがこの世に直していないからであると。この世が求めるのと、神様が求めるのと違うということ。この世が評価するのと、私たちの 評価っていうでしょうか。私たちが主の恵みを受けて歩む、その歩みと衝突する、ぶつかるということです。それで、ヨアネの福音書中古書では、もしヨアなた方を憎むなら、ヨアなた方よりも、私、エイ様を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、ヨア自分のものを愛したでしょう。 しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それは世があなた方を憎むのです。私は誰に直しているかというと、この世に直しているものではなくて、イエス・キリスに直している神の子供であり、神の人であるということです。 私たちの信仰が御言葉の上に立っているという確認するのは私の目線でしょうか、視線がどこに向いているのかを見ればわかります。この世の中で本当にもうみんなに尊敬されて、この世の中で評判が高く上げられて、いつもこの世のことでばっかり考えるというのは私たちの神に直している、御国に直している 人の目線ではないということです。それで聖書はこの世に直していないから私たちが苦難を受けるんだよ、苦しみを受けるんだよという。それは神の御国を相続するために、訓練の,のために苦難を受けることを私たちに示してくださるということです。今日は聖書、歌詞をたくさん読みますけど、ローマ書の8章では、8章中7節らせちで、 もし子供であるなら、相熟人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相熟人であって、あり、キリストとの共同相熟人でもあります。私が主のために苦しみを受けるならば、私は神の人であり、神の子供であり、イエス様と共同、 共に相続する人であると宣言しているということです。私たちはこれをもって理解するためには、ローマ書の発祥に説明する苦難について深く勤務する必要があるんですけど、ここで詳しく話すことはできません。ところが、私たちはさっき話したように、キリストと共に相続を受ける、相続人であるという。 そのために苦難を受けるということです。人たちは、主のために苦しみを受けることを、なぜ喜びますか一番最初話したように、苦しみ、辛いです。苦難、ああ、厳しい、もう耐えにくい、難しい、という。ところが、これを理解するためには、ヘブルの手紙の2章で語るように、神様が多くの子たちをエイに導くのに、 彼の救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的であり、また権威である方としてふさわしいことであった。私たちが苦難をどのように評価するか、この苦難をどのように見るかへて、なんで私にこんな苦しみ、辛いことばっかりあるので終わるんじゃなくて、その苦しみは神様の子供として、 子供たちを栄光に主が導くために、私たちを訓練するということであり。またヘブルの古書では、キリストは御子であられるのに、大きいなった多くの苦しみによって従順を学ぶという。イース・キリストは神様のひ人り子であり、神様でありますが、苦しみを受け、その苦しみによって従順を学ぶと語ります。 それは苦難を受けて完全になったことを意味するのではありません。神様はすでに完全である。しかし主がなさる救いの宮座がこの従順を通して苦難を通して完全に常住される。 十字架の上で最後に知識を流すほど苦しみと苦難を受けることによって私たちに永遠の命を与えてくださり私たちに救いを与えてくださるその救いを成し遂げるということです。これはとても大切なことです。私たちが救いを受けるということは神様の犠牲、十字架の愛を受けることであり。 私たちはその恵みを受けて、その恵みによって歩むということです。主が十字架を背負い、救いの働きを全うすることで、神様がその皆をあげた。私はそう思い勝ちですが、そうでありません。神様はすでに十字架の苦しみを計画して、その十字架の苦しみとして見く、 頃に死だがお忠臣を学ぶことによって、私たちに救いを確証してくださるということです。神様、イエス様を送ります、送るよ、送るよ、何度も苦約の御言葉で語ります。また、新約では、イエス・キリストが来られた、送ったことを宣言します。苦難は何よりもこの世の権利と、私たちの人生の権利が違うから、 受けるとということです私たちがこの世の権則、権利に従うと、私たちはこの世から迫害されることはありません。苦難を受けることはありません。もし交尾を受けるかもしれません。しかし、私は神の人、神の子供として、神の恵みを受けて、私たちは天皇御国の権利に従う、御心に従う者として、 私たちは苦難を受けるということです。私たちが受ける苦難は、この苦しみを信仰で処理するだけでなく、そのし苦しみを通して私たちは通過することによって、私は成長し、完全な神の働き人になって、主の恵みを受けた私たちが、主の恵みと主の愛を 伝えるものになるということです。人たちが主の皆のために恥を受けることを準備してくださったと思い、私たちの生涯を主に捧げ、主の樹耳下のその苦しみを死体求めて歩むという。ヤコブの手紙ではこのように語ります。私たちが苦難に勝利すると神様が賞を与えてくださるだけでなくて、 それ以上のことがあるということです。ヤコブの一生から、一章の二節から四節です。私の兄弟たち、様々ままな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。苦難、試練があるときは、この上もない喜びと思い,思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということ、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。 そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成長を遂げた、完全なものとなります。私たちは、本当に辛い訓練をとして、実力がつき、また成長して、本当にもっと立派に成長していくことを経験します。私たちに、主は、試練に会うとき、喜びなさい、苦難に会うとき、 この家もない喜びと思いなさい。その忍耐によって、あなたたちは完全に働かせ、成長を遂げ、完全なものとなると約束します。それで私たちになぜ、そのような苦しみを与えますかそれによって私が賞を受けること以上に、神様が与えてくださる恵みと憐みと祝福を、 私が受けるということです。確認するということです。今日はね、本当に聖書をたくさん読みます。イザヤ書の古書3章です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたなと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され。 私たちの扉のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと語ります。イエス様が私のために苦しみを受け、その打たれたことによって私たちは癒され、解放されていると約束します。それで平安をもたらして、出世の言葉では彼を砕いた 痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のために生け贄とな,なるなら、生け贄とするなら、彼は生長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げる。主が苦しみを受けることは神の御心である。 私たちが苦しみを主と共に受けるということは、神の御心であるということです。私が誰に直しているかと思うと、私はイエス・キリストの十字架の恵みによって、神の人になっている、神の子供になっている、神に直している。だからこそ、苦しみを受けるって言います。 マタイの二十五章では、イエス様の再臨の時に、神様が裁くことについて語ります。そこで、羊とヤギを区別して、神様が区別した中で、神様との交わりを持ち、羊を受け入れてくださり、祝福してくださる。 私たちは最後の日には苦しみの中で辛いことがあって、大変なことがあって、しかし、その忍耐に耐えるとき、神様は私たちを受け入れてくださり、歓迎してくださり、祝福してくださり。イエス様を信じることとして受ける苦しみと、その観難とを無駄にすることなく、主が覚えてくださるということ。 それであなたがそのことで涙を流したのかと手を差し伸べてくださり私たちの涙を拭い去ってくださり私たちを励ましてくださり私に力をつけてくださるということです。見言葉をまとめたいと思います。今日はペテロが私は主の見心に従ってあなたたちが禁じている証人として証言をし続けていきます。 そのために打たれる苦しみ、本当に辛い、無知打たれても、私はやめることなく、証言をし続けます。人として、証人として歩みますと結論を出します。私たちはこのように証人として歩みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。えー、本日のお話を聞いての感想なんですけど、 どのような奇跡が起こったとしても、それを証言する方がいなければ誰にも伝わらないと思うんです。そ,ですね、それをやっぱり伝える方々がいるっていうのは本当に大事なことなので、やっぱりあのー、世の中まだまだ不思議なこと、まあそういう奇跡とかいろんなこと起こると思います。そういったものをもし見かけた時には、素直に、あ、こういうことがありましたって伝えきれるような人間でありたいなと思いながら今日のお話を聞いておりました。では、キム先生。 リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら機会から出ていた。愛する天のお父様、ひどり子であるイエス・キリストとして、私たちを神の子供として、神の人として受け入れてくださり 私たちが主の皆のために恥ずかしめられることを喜び、感謝し、歩むことができますように。聖人として、イエス・キリストは救い主であることを明かししていくことができますように。助けてくださり、祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。 そこのあなた、ずっと名前呼ばれていますよノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユージーザスコーリングユーお別れの時間が近づいてまいりました、えー、東京の高保さん、そして、えー、金子秀明さん、えー、そして名古屋のひまわりさん本日も追加戦のご参加誠にありがとうございます 今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方はよろしければお電話をくださるか直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝。毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は098-890 一三五礼です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また、教会では、毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾市内の小学生を対象とした、ハレリアアカデミーという名前の子供の居場所作りもしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせ、ご連絡は、 098-890-1350 098-890-1350ギノワン選手協会までお願いいたしますギノワン選手協会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です今流れているエンディングは宝刀息子というタイトルでキム先生の息子のサムエルが作り歌っています私たちが今どんなボロボロな状態 ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会なんか行けないだって神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三ニグループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノアン選手教会キムトンヨンを牧師 ミキサーと進行は私 FM ギノアのできる男キャンがお届けしてまいりましたまた来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょうではヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れしますシェキナー,キナーあってやっとあなたの痛いさに気づきました